Ja, moin Leute, was geht ab? Zurück zu einer neuen Folge von One Piece Pirate Warriors 4. Heute unterwegs im Enies Lobby Arc. Und ich würde sagen, Lysop reißt der Faden. Ein Kampf in der Stadt des Wassers. Freunde, wir haben alle diesen Kampf genossen. Es war einer der geilsten Fights überhaupt. Und ich würde sagen, ich halt's Maul, denn jetzt gehen wir rein in den Kampf. そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくれよかったんだ。うわ、野蛮人。最低。マリモ。分かったよ。好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ。の。組織の仇討ちか。相手になるぞ。 敵だよな、お姉様。なんだ、お前じゃねえか。生きてたのか。あんた、いつからこの船に。モンキー・ディ・ルフィ。あなた、私に何をしたか。おい、お前、嘘つくな。俺は。いいえ、耐え難い仕打ちを受けます。意味わかんねえやつだな。私を仲間に入れて。 崩れゆく総裁殿の中で、私はポーネグリフと共に、なのに、あなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行く当ても帰る場所もない。なんだ、そうか。それはしょうがねえな。いいぞ。心配すんなって。こいつは悪いやつじゃねえから。ロビンを仲間に加え、 グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称されるカイゾクハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、 海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって。え、おい、ぜははははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。 高みを目指せば出す拳の道からねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号。一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、 突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青キジと交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされ、お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青キジは一味を捕らえることなく去っていった。 その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の岸前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべくルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって？なんでだ？査定の結果は聞いただろう。 船の全骨格の土台となる。そんな、じゃあ、まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。話は一旦終わりだな。
船を買う気になったらまた。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに。感じっぽい。大変だ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら。うわ、そういやウソップもいねえぞ。Freunde, ich muss ja kurz mal anmerken, es ist schon ziemlich disappointing, dass sie nicht mal erwähnen, was da oben alles so abgegangen ist. Aber, naja. So, mit Lissop reist der Faden, dann kann man bla bla bla. Bedingung, sie holt die gestohlene Reparaturgebühr der Flying Lamp zurück. Jo, würde ich sagen, ne, das machen wir doch. Das erste Mal mit Lissop spielen? Bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Charaktervielfalt auf jeden Fall aufrecht gehalten wird. Gesundheit. Und schau mal, so süß. Ja, dann. Und laufen weg. Solche Pisser. Hinterher. Und natürlich auch später irgendwie nach Robin suchen, weil sonst haben wir ein Problem. Wenn Robin weg ist, ist Robin weg. So, Nummer 1. Alter, das sind ein paar Leute. Robin! So, hier haben wir... Nächster Down. Es ist ja die ganze Zeit bis jetzt nur dasselbe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es stört mich einfach überhaupt gar nicht bei diesem Spiel. Ich finde es einfach unglaublich geil, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Also Freunde, teilt mir doch mal in den Kommentaren mit, was ihr denn so denkt. Ob ihr denn genauso denkt wie ich. Hallo, bleibt hier! Hallo!
Ach so, die dürfen da nicht ankommen. Ah! Ich hoffe, das reicht noch. Nice. Es ist die Frage, beeinträchtigt das irgendwie den Spielverlauf? Oh, Frankie, Leute, Frankie, it's time. Lissops Verhältnis zu Frankie kennen wir ja alle. Bräuchte mal langsam mal zu schnabunzeln. Bitte lass es reichen. Oh. Was? Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, zurück. Jetzt haben wir gleich Frankie down. Tatsächlich, ich hab's wieder nicht geschafft, dass keiner ankommt, aber... Naja, was soll's? Es passiert wohl, ne? Und jetzt ist Frankie down, Freunde! Frankie down! Oder auch nicht? Oder doch? ウソップ。息悪がチョッパ。死んじゃいない。大丈夫。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あの。誰だ?てめえらは。あれは麦わらのルフ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。そりゃ。どう? ちょっと待てよおめえら。金だろ?カイスフランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったって。つまり、もうしゃべってくれる。そうだな。お前ら。おうか、フランキー。どこへだよ。参ったな。 金の行方は本当にわからねえようだ。おい!ウソップの応急処置。とにかく船に戻るか。船よ。ん?決めたよ。ゴーイングメリー号とは。
船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、シュール代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小牧野よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りに、この先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。だと、使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。だから俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。本気でいるべ。俺と決闘しろ。Uff, Leute, der Kampf, Alter. Ich will den Kampf nicht machen, Mann. Alter, der kriegt ja gar keinen Schaden von mir. Thank you.
Wieso habe ich nicht mal einen Impact DR? Oder habe ich einen Impact DR? Ich schnapp uns immer. ゴムゴムの メリーゴ、お前の好きにしろよ。新しい船を手に入れて、この先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろ。迷うな。 Oh, Leute, ich schwör's euch, das war schon wieder eine Folge, oh, dieses Spiel. Sechste Folge und es ist geil. Ist einfach geil. Freunde, ich würde sagen,
für diese Folge war es das dann auch. Gab herbe Verluste. Nicht nur auf Seiten der Kuh, sondern auch auf unserer Seite, denn wir haben unseren ersten Kampf verloren. Aber lebenslanges Leben wollt Nico Robin, die Frau der Finsternis. Das, Leute. Robin verschwindet, was die Crew aufhorchen lässt. Ruffy und die Crew versuchen herauszufinden, was Robin widerfahren ist, während sie gegnerische Angriffe abwehren. Das gibt's dann nächste Folge, Leute. Aber bis dahin bin ich raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Peace out. Und ciao.